皆さんこんばんは。21時半からのハピーツスイーツライブ、今夜もお集まりくださいましてありがとうございます。徳島特産素材を使ったフランス菓子のお菓子教室、アトリエ S リエゾンを運営しております徳本さと子です。趣味のお菓子がプロの仕上がりに変わる、お菓子を仕事にしたい方にお役立ち情報の方、このライブではお届けしております。今夜もよろしくお願いいたします。早速今日のお題テーマなんですけれども、はい、こちらですね、泡立て器です。久しぶりにね、道具のことお話しするんですけれども、泡立て器選びのチェックポイントということです。以前ね、お菓子作りこれから始める方のためにね、こういう泡立て器とかボールとか基本の道具のね、選び方っていう動画も以前出したことあるんですけれども、久しぶりにね、受講生さんから泡立て器についてご質問いただいたりしたので、今日ね、また思い出してこの泡立て器をね、お話ししてみようかなと思いました。昔お伝えしたよりも情報もね、増えてると思いますので、また新たな情報を加えて改めて今日お伝えしようかなと思います。それではね、コメント読ませていただいてから、今日の近況報告をしてから、早速ね、ライブの方本題入っていきたいと思います。はい、としこさんこんばんは、よろしくお願いします。一番乗りですね、ありがとうございます。チャピーさんこんばんは。家庭でのお菓子作りの動画を発信されているパティシエさんが35センチの泡立て器も勧められていました。さすがに大きいのではと思ったのですが、家庭で使うこともあるのでしょうか。あ、そうなんだ。へえ、35センチってまあまあ大きいですね。男性でしょうか、もしかしたらどっちでしょう。女性はちょっと大きいかも。手の大きさによるかな。私にはね、多分ちょっと大きいかなと思います。普段あんまり35は使ってないかな。使っても30かな。自分がどの量でお菓子作るかにも結構よるのかなと思います。この辺ね、本当に作る量とか手の大きさとかによって皆さん使いやすいと感じるものが変わってくると思うのでね、自分がどういうスタイルとか量でお菓子作りされているのか、何をよく作るのかとかによってもね、変わってくるのかなと思います。はい、ではね、今日近況報告なんですけれども、動画レッスンでナルトオレンジを家にお届けするというね、材料付きの、レッスンをやってまして、もうすぐ締め切りになるんですけれども、晴れの日にね、収穫しますって農家さんがおっしゃってくださって、息子さんがね、家まで持ってきてくれました。それでもう届いたばっかりのナルトオレンジ、今日ね、動画レッスン受講くださった全員に発送しましたので、早い方は明日、遠方の方は明後日届くようになっておりますはい、楽しみにお待ちください。箱ね、パンパンに詰めちゃったから、ちょっとね、箱が盛り上がってます。本当はこう並べてね、真ん中にギュッて押したら綺麗にピタってなったんですけど、もう一個詰めようと思ってギュッギュッて入れたら、箱がね、テープ貼ったらちょっとこうこんもりになっちゃったんですけれども、たくさん入ってる方が皆さん嬉しいかなと思って詰めて入れましたので、ちょっと山形になってますけれども、ぜひね、使ってみてください。だいたい2キロぐらい入っております。粒も揃ってましたのでね、ばらつきもなく入ってるかなと思います。でその時ね、農家さんがね、これちょっとよかったらお味見してみてって言ってね、いただいた柑橘があってね、これなんですよ。これね、2つちょっと種類が違うんです。ちょっと大きさが違うんですね。こっちちょっと赤っぽい。でこれ何かって言ったら、淡路島で取れるんですけれども、イタリアのね、ブラッとオレンジのこう種類になるんですけれども、タロッコっていうオレンジだそうです。で中ね、これカットしたらこんなんなんですよ。でこっちのちっちゃい方がね、モロって言ったんかな、モロ、こっちがタロッコ、モロというそうです。で淡路島のね、気候がなんか地中海に似てるらしくて、最近こういうのもね、少量なんですけれども作ってらっしゃるそうなんです。
たくさんはないけれども産直市にちょっと出したりとか、まあ、頼まれた方に、まあ、お渡しするというような感じでね、出してるそうなんで、私も今度ちょっと頼んでみようかなと思うんですけど、とてもこう断面が全部赤じゃないんですけれども、この魅惑的な色、イタリアのタロッコとモロっていうこの品種らしいです。はい、なかなかこう手に入らない珍しいものなので、なんかこの色を生かしてなんかお菓子作ったら綺麗だろうなって思いました。この赤紫みたいなのってアントシアニンらしいんですね。だからなんかこう良さそうじゃないですか。アントシアニンとかね、体にもね。で結構ね、果汁がすっごい多いです。で甘みもしっかりあって、ジュースにするとね、とても美味しかったです。酸味も程よくあっていいなって思いました。これね、1ヶ月ぐらい前に収穫して今置いてるんですって。でこれ1ヶ月ぐらい前なんですけれども、全然ね綺麗で、日持ちも結構しますよっておっしゃってくださったので、今度ねもう1回持ってきていただくときに頼んで、ちょっとなんか使ってみたいなって今思っているところです。なんかこういう柑橘がね取れる地域なので、近くで結構楽しいなっていうのがありますね。はい、メッセージいただいてます。はい、届くの楽しみです。はい、明日届くと思います。はい、ナルトオレンジ日曜到着予定です。あ、そうなんだ。新鮮な柑橘の香り楽しみです。ありがとうございます。そう、ヤマト運輸さんなんでね、アプリとかでいつ届きますとかって連絡が来るので、ご都合悪い方はね、自分で時間変更いただいたりとかもできます。はい、イタリアのブラッドオレンジのジュース大好きです。美味しそうですね。そうなんです。あんまりまだねたくさんいただいてないので、もったいないのでどうしようかなと思いながらね、1個ずついただいたんですけど美味しかったので、あとどうしようかなって思って、お菓子にもなんか使ってみたい気もするしね、この色を生かしてなんか表面とかになるようにしたいなってちょっと思ったりしてます。はい、そんなわけでですね、早速ね本題なんですけど、今日はこちらですね。はい、泡立て器です。ご質問いただいたのがね、このマトファーの泡立て器を買おうと思っている方がいらっしゃいまして、そのマトファーの泡立て器を買う場合、このね長さが25センチがいいか、30センチのホイッパーは大きすぎるのか、どっちがいいでしょうっていうのね、ご相談いただいたんですよ。で私も両方持ってるので、まあ、ちょっとどうなんかなと思って両方使ってるんですよね、私の場合。だからどっちがっていうより両方、まあ、必要っていう感じにはなってるんですけれども、今日、まあ、最終的にこのねこともお伝えしようと思うんですけれども、どういう点を見てホイッパーを選んだらいいのかとか、あと使ってるメーカーとかもね、ちょっとお見せしたりできたらなと思っています。これからちゃんとしたものを買いたいとか思う方はね、参考になるかなと思います。でホイッパーを買うときに見るポイントというのがあります。でも初めに答えの方ね言っておくと、一つは丈夫で耐久性があるということです。基本私はお菓子を仕事にしたいという方にお伝えしているので、お菓子を仕事にするんだったらもう100均とかではなくて、ちゃんとしたものを買っていただいた方がいいと思うので、そちらをおすすめします。次はワイヤーの本数です。で3つ目はボールに合うサイズで、4つ目は素材、5つ目は重さ、この、ね、点について今から順番にお伝えしていこうかなと思います。一つ目の丈夫で耐久性があるということなんですけれども、もうお仕事で使うならとにかくね、ちゃんとしたしっかりした作りのものを選んでおく方が長い目で見ると経済的です。とにかくこのワイヤーがちゃんとしっかりしてる丈夫なものは10年とか本当にね20年とか使います。これ私20年ぐらい使ってると思うんですけど、全然綺麗でしょ。壊れてもないし曲がってもないし、すごいすごいなと。もちろん毎日使ってるわけじゃないんですけれども、結構長持ちしてる方だと思います。
安価なものだとワイヤーがね太くなくて弱かったりすると結構もうね曲がってしまってそんなに持たないですね。ちょっと力入れて硬いものとか混ぜると歪んでしまったりして、で結局まあ 2,3 年とかでね、持って 2,3 年かな、ここから壊れてしまったりとかして買い替えないといけなくなったりします。なのでもう初めからちゃんと道具はいいものを、しっかりしたものを揃えるっていうのがおすすめかなと個人的には思っています。はい、徳本さん、はじめまして、こんばんは。あ、メッセージありがとうございます。ゆかさん、ありがとうございます。お名前も入れてくださって嬉しいです。よろしくお願いします。はい、でね、まず一つ目が丈夫、はい、耐久性ある。で二つ目なんですけれども、ワイヤーのこのね本数、そしてこの間隔もね結構選ぶポイントになってきます。で普通のホイッパーは大体なんですけど、このワイヤーの数が7本から8本ぐらいあるとオールマイティに使えるかなと思います。でホイッパーのワイヤーの本数っていろいろあるんですね。もっといっぱいこのワイヤーがついているものがあります。でそれは使い分けするためにあるんですね。でホイッパーのワイヤーの本数が例えば10以上あるとか、細かいのいっぱいあるっていう場合は、これはメレンゲ用です。でメレンゲを作るときね、卵白を泡立てていくときなんですけれども、このワイヤーの数が多い方がきめ細やかに早く泡立ちます。このワイヤーが多いから当然空気をこう含むので、気泡がねたくさんこう含まれて作っていくから素早く泡立っていくっていうのがあります。だから細かくていっぱいついてるの見かけたら、あ、これはメレンゲ用だなって思っていただくといいです。でこういうの7本から8本あるのは、まあ、普通のホイッパーなので、クリームチーズみたいなちょっと粘りのある生地とかは、そういう細かいワイヤーだともうこの中に入っちゃってですね、取れないですよね。硬いクッキー生地とかクリームチーズとか混ぜると、ワイヤーがある程度こう間隔空いてないと、もうコン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 しないとね出てこないってことになっちゃうので、こういうのはですね、力の入れてこう粘りのある生地とか混ぜるときにですね、抵抗なく混ぜることができるというメリットがあります。だから使い分けるんだったら、ワイヤー多いタイプ1本、ワイヤーが7本から8本の1本とか持っておくといいかなと思います。ただもうメレンゲって今私はもう卓上ミキサーとかハンドミキサーで泡立てるので、手立てでねこんなことはあまりしないのでね、もういらないかなという、使わないかなっていうので昔持ってたんですけど、なんかもう処分しました、いらないかなと思って。だから必要な方は持っててもいいかなと思います。そして3つ目が素材ですね。はい、基本的にはねこのステンレス製でいいと思うんです。耐久性も耐熱性も優れていて頑丈ですよね。でもう一つね持っておくといいなって思うのがこれですね。シリコン製の素材、ここがねワイヤー部分がシリコン製になっているものは、硬いものはねただ混ぜにくいです。ちょっとや柔らかいので、これがぐいぐい力はステンレスほど入らないんですけれども、器具とか鍋とかを傷めないんですね。何かしらの加工しているフライパンとか鍋を使うときはこれを使うんですよ、私もステンレスには鍋はこれでいいんですけれどもね、これがね1本あるとフライパンでフッ素加工してるのとかがねこう傷まないので、1本は持ってるといいかなと思っています。で次にボウルに合うサイズという話です。であんまりまあ意識してない方がいるかもしれないんですけれども、ボウルと生地のね量どれぐらい作るかによってその使うホイッパーも変わってくるわけなんです。ボウルのこの直径に対してホイッパーのこの全体の長さがですね 1.3 から 1.5 1.3 ぐらいですよね。ちょっとこう
1.3 ぐらい今出てますよね。もしくは 1.5 ぐらいだからちょっと大きいぐらいとか、これぐらいの間を目安にされた方がいいかなと思います。例えばこんなちっちゃなボール、ちっちゃなボールにすごい大きなホイッパーとか合わせるとちょっとバランス悪いですよね。このボールだったらこれでね、いい感じです。でもこれちっちゃな25センチなんですけど、こういうちっちゃなのにするとちょっとこう大きいかなっていう気がするんですよね。ボールがちっちゃかったらこういうこっちの方が合いますよね、ぴったり。だから混ぜる量とか作る大きさ、使うボールの大きさによってこのホイッパーのどれ選ぶかっていうのもね、変えていただく方が混ぜやすいのかなと思います。あとね、さっきご質問いただいたことでマトファーのねホイッパーの、25センチと30センチどっちがいいですかっていうご質問なんですけれども、パウンドケーキ1台とか15センチの、スポンジ生地1台ぐらいな量でお菓子作りされるんやったらこっちでいいと思います。なんでかって言ったらね、これ25センチぐらいが女性には扱いやすいんですよ。人によると思うんですけれども、一般的には25センチぐらいがこう持ちやすいし、こうコントロールしやすい感じがあります。で、重さがね実はとても大事で、これ測ったらだいたい74とか2とか70ちょいなんですね。でそれがですね、30センチになった途端これ148とかあるんですよ。測ったら言ったらこれのね2倍の重さなんです。で 100g 超えたら女性って重たいなぁと感じるんです。で私もこれをね持ってるとさっとこう持てる感じがするんですけど、これになった途端急にねなんかずしっと重たっていう感じなんですね。だからといって混ぜにくいってことはないんですけど、ちょっと重いなと思います。だからね、この辺100超えると女性にはちょっと重いなと感じる感覚が出てくると思いますので、これの2倍重くなるということですね。そう考えるとこっちの方がなんかね軽くてパッと手に取りやすい感じがします。だいたいこれ1本でいけますよ。よっぽど多い量とか作らなければ。これは別のものなんですけれども、これもね軽いんで少量の生地とか混ぜるにはこれでいいかなと思います。これも24とか3とかそれぐらいかな。はい、このあたりが割と女性の家庭で作るお菓子作りには私はいいと思います。30になったら結構もう大きくって、まあまあ作るとき2台分作るとかそれぐらいの時に使うのかなっていう気がします。はい、で今ね出てきたマトファーもすごくいい商品でおすすめなんですけど、ただ価格がですね昔に比べてかなり輸入とかの関係だと思うんですけど高騰してるんですよ。だからちょっとねよいしょがいるかなと思います。私が買ってた時はもうフランスにね行くとモラとかっていう生花道具とかのねお店があって、そこに行くとねいっぱい売ってたりするのでまとめ買いしてたことがあります。で昔の話なんですけれどもね、ル・コルドン・ブルーにね通ってたら学生証を見せるとですねモラで何パーセントか引きになるんですよ、パリで。だからね学生証を持って行ってね、コルドン・ブルーの学生ですって言って見せると割引してもらえたから、今は知らないですよ、もう かなり昔の話なので、その時にもう大量買いしていろんなものを買って帰っていたので、今ちょっとサイズがもしかしたらね今売っているものと規格が変わっているのかもしれないんですけれども、はい、今はちょっと高いのでなかなかね手が出ないなと思います。でそういう時にねおすすめなのがこちらのホテイ印っていうところ、ことぶき加工製液株式会社っていうところが出している、 ここにねちょっと分かりにくいんですけど、ホテイ印の業務用泡立て器なんです。こういうオレンジのついてる、でここにちょっと印がついてるんですけども、非常に軽くて丈夫で、まあ、価格も良心的なので結構これ使ってる方多いかなと思いますのでね、まあたくさん揃えなきゃいけないとか、お教室をやっていて生徒さんが使う分とかで、まあ、10本ぐらい
買わないといけないとかっていう時はこっちの方が多分マトファー10本とか買ったらちょっとえらい金額になるので、まあ、こっちでいいかなっていう感じです。で非常に丈夫です。軽いし、これもねよく使ってますね。うん、でも最近も私は結構ねこのワイヤーがしっかりしてて太いのが好きなので、これはこれとこれを一番よくね使いますね。でこれが流しに入ってる時はこれとかねいろいろ使ってますけれども、あとはこういうねミニサイズのでいいです。1個持ってるとちょっとしたこうものを混ぜたりするのにやっぱり小さなホイッパーも必要なので、粉をね混ぜ合わせたり、例えばアガー、凝固剤のアガーとグラニュー糖をよくすり混ぜて加えるとかいうちょっとの時にねあると便利なので、この小さなサイズも持っておかれるといいかなと思います。まあ理想的には大中それから小ね、大中小そしてこのシリコン製1個持っとくと、まあオールマイティにお菓子作りできるんじゃないかなと思いますので、参考にしてみてください。はい、ちなみにね35センチっていう話がさっきね出てきたんですけど、35ってこれよりさらに5センチ大きいってことですよね。で35センチになるとだいたい重さが160グラムぐらいになるので、まあ、結構な重さになると思います。多分私は疲れちゃうかな、おそらく、長い時間こう混ぜたら多分私は疲れちゃうと思うので、この辺ちょっと個人差があるかなと思います。重さは全然考えていませんでした。そんなに重さが違うのですね。大きいホイッパーはどんなお菓子作りに向いているのでしょうか。はい、どんな、これはもう量が多い時ですまあ私とかは試作とかって少量でするんですね。いっぱいする時は少量で試作して完成品はちゃんとした量でするんですけど、試作は少量なのでね、こういうちっちゃなホイッパーでもう作ることが多いんですよね。でこれは何だろう、やっぱり量が多い時ですね。生地の量が多い時に使えます。はい、そしてシリコン製はどちらのメーカーでしょうか。これはオクソーかな、これ OXO って書いてる、これじゃなくてもいいですよ。かっぱ橋に行った時になんか見つけて、買っとこうと思って買いました。かっぱ橋でねもういろいろこう道具屋さんを巡ったりするのがすごい楽しくって、先月もね行ってたんですけれども、いろんな買い替えたものもあるし、これいいなと思うものいろいろね買ってきてすごくね重宝してます。はい、これも結構赤で可愛いかなと思って、で私結構黒とか白とかで揃えてるんですよ。調理器具っていうかいろんなもの黒色か白で揃えているので、色入れるとしたら赤入れたいので、まあ赤にしたという感じですね。パキッとしてて好きなので、今日は、泡立て器選びのチェックポイントというねお話しさせていただきました。でチェックするポイントはまずは見るポイントなんですけれども、丈夫で耐久性があるということが一つ、二つ目がワイヤーの本数、ボールに合うサイズ、素材、重さ、はい、このチェックポイント5つ思い出して選んでみてください。はい、ということでね今日も最後まで聞いてくださってありがとうございました。また次回ライブしていきますので、はい、集まってくださると嬉しいです。では今日はこの辺で失礼いたします。さようなら。